せーの、坂もちゅーすいません、なんか YouTube さんが最近厳しくなったらしくてFacebook ライブに帰ってまいりました。はい、こんにちは。こんにちは、坂もちゅーです。こんにちは。坂本チューブとはカメラの向こうでね、カメラマンがめっちゃ可愛いカメラマンが。はい、坂本チューブとは、徳島県勝浦町坂本地区の今、隠れた魅力を坂本区民の手から発信するスーパーローカルなトーク番組でございます。はい、本日の、出演は、司会進行新里子と、助手の、はい、及川さやかです。はい、そして、カメラマン兼自称放送カメラマン、放送カメラマン、今もう完全にやっちまってる。はい、やっちまってる。事故が発生して、ダイブしたわ。ダイブしました。はい、放送作家の、自称放送作家の秋山です。4回目。うん。あ、そうだね。おめでとうございます。ね、なので、ゲストはいません。はい。大丈夫？あ、もうみかん顔についてる。俺入ってないね。俺入ってないの？俺入ろう。この前もなんかね、キレキレになっちゃった。もう一歩ぐらい。主張していこう。こじんまりとこんな感じか。入った入った。肩があるぐらいの方が見栄えなんで。なるほどね。ちょっと仲悪いから、距離感画面上から感じている。あ、この人たち大丈夫。そんなことないんですよ。そんなことないんですよ。で、じゃあ坂本地区とはの説明を、はい、今日はゆっくりモードでお願いします。坂本地区とは いいですかね。はい、はい、四国、徳島県の東山間部に位置する勝浦町の一番西の端っこにある集落でございます。勝浦川の支流となる坂本川の源流部にあたり、北は標高972mの六郎山、南は町のランドマーク加瀬山、標高535mに囲まれた自然豊かな山村でございます。人口は440人で、町の総人口5272人の約 8%、 16地区の中で生名横瀬田野に次いで4番目に人口の多い地区でございます。阿波の温州みかん発祥の地と言われ、産業はみかんやすだちなどの柑橘栽培、集落内の神社仏閣は健在で、昔からの伝統行事や農村文化が色濃く残っております。平成11年に廃校になった旧坂本小学校の旧校舎を利用して始まった農村体験型宿泊施設、ふれあいの里坂本を中心に様々な観光事業も行われております。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、そんな坂本でですね、今日は坂本でやってます。はい、で、あ、そう、今日の絶品一品コーナーや。本日の絶品一品コーナーというわけで、今日の一品はですね、テレテテテテー、何色がいいかな、テレ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 はい、サルビア作業所さんの、ケイトの手編み座布団です。これ見たことある？ある。あ、知ってた？うん。
じゃじゃこれじゃうちの子好きでいつもこれ狙うよカラフルで多分そうめっちゃ可愛いよね。可愛いからこれ今でもあのふれあいの里の売店とかに販売してるんですけど、これむしゃぶしゃぶしゃぶよやべえやべえ前のやつよかった。これ勝浦町にあります、施設で、手作りされております、座布団ですね、なんですけど毛糸でできてるんですね、ふわ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 でですね、あのサルビア作業所さんっていうのは障害を持たれた方の、支援施設で、お仕事を、皆さんされておりまして、いろんなものを手作りしておりまして、それも、これもその中の、商品の一つなんですけど、めっちゃ人気がありまして、このね、見た目の可愛さ、抜群の可愛さによってですね、バカ売れしております、すごいたくさん色があって、今ね、ここに用意されているのが1,2,3,4,5,6 枚なんですけど、お、あれ、何？さっき死後って言ったやつ、リバーシブル、そう、リバーシブルリバーシブルになっておりまして、リバーシブル死後なの最近なんか、最近なんかあんまり幅へんよな、リバーシブルパーカーとかなくないですか最近。めっちゃ出すな、めっちゃリバーシブルやってるやってる、あー、まず2回目2回目、ここはね、ここはね、はい、穴ぼこだよ、テーブルが遠いのが、うん、そうだね、これはそうだね、仕方ない、そう、いろいろあります、うん、あなたはどの色がお好み、うん、私はですね、私は何色かな、私自分の持っとんですよ、職場で使ってます、やっぱね、私はね、青系が好きで、でもね、あの裏返すと青系から赤系になったりするんで、こう気分に応じて、できるのでね、これはやっぱリバーシブル特権ですよね。なんでリバーシブル商品って減ったのかな、こういう需要がないんじゃない、需要ないんやな、ないんやな、めっちゃお得やん ね、リバーシブル大好きやけどすごいね、ジッパーがこう裏側でも表側でもどっちでもできるとか、すごい画期的やと思って、すごいよなこのこれがまたこうね、さらに流行ってこうリバーシブルブームが復活すると思うんで、うん、皆さん早めにチェックしておいてください、ね、これはあのふれあいの他にも多分道の駅とか売ってるのかな、売ってないですね、売ってないか、どこで売ってるんだろう、多分きっといろんなところで販売してると思うんですけど、ふれあいの里ではこれは1枚1000円で販売しております、うん、全部いい色なんですけど、うん、ね、人気の色がなくなっていくので、うん、ぜひお早めにお問い合わせくださいいいこ、いいよね、本当になんか巾着とかあの T シャツとかなんかいろいろ作って売ってて、すごいね、いいよね、花傘みたいなかぶったら、あ、確かに、あ、いいね、かっこ、かわいい、かっこいいやん、傘やん、いいね、これお、全然表と裏が違う、どうなってんのこれ、すごいね、かわいいライオンみたい見たい、それ見せたい、やってほしい、こうやったらライオンになるそうです、はい、ライオンっていうかもうなんか 花咲いちゃった人だよね、これね、頭に花咲いてる人、楽しいじゃん、ちびっこがやるとかわいいね、かわいい、うまい、クジャクみたいん、あ、そうそう、これ、これもね、ほら、チャッチャラー、小さなお子様のいる方におすすめです、いろんな遊び方がございます、はい、いいですね、これね、あったかいから冬にバッチリ、もう春ですけど、うん、おすすめです、はい、というか、
ということで、ということで、本日の ZPP はサルビア作業所のケイトのテアミザブトンでした。うい、皆さんぜひどうぞ。はい、というわけで最終、はい、というわけでですね、今日は、坂本人会議ということで、やっていきたいんですけれども、内容とかをこうにをやっていく前にやっぱ大事なところをこう決めたいことがあって、それは何かっていうと、坂本寺院のロゴを考える。ロゴって何横文字ですね、ロゴって。ロゴって何ですか？ロゴって日本語ですると何ですか？なんだろうなぁ。まあこういうやつですね。坂本チューブはこういうやつがロゴです。これ見たら、なるほどね。これ見たら、これ見たら、わかるみたいなやつ。そう、もう、そう。これ見たら、これだ、みたいな。ふれあいの里で言うと、みかんちゃんみたいな。あるよね、あの顔。こういうやつや。あ、そうか、そっちか。こういうやつ。こういうやつあるんですよ、実は。でもあれはもみいいよね。ないよな。あの名刺とかにはついてるんですけどね。そうそうそう。やっぱその顔になるんでね。そうそう。そのロゴのデザインで、こうそのものとか場所がどういうところなのかとか、まあ、雰囲気やけど、イメージをこうさせる、興味を持たせるきっかけになるものなので、これはちょっとみんなで決めときたいなと思って、とっておきのロゴを今日作れたら、そうそうそう、作れたらと思っておりまして、そう、本当にみかんちゃんっていうキャラクターの名前だ。で、こう、秋山さんはですね、勝浦町でグラフィックデザイナー、グラフィックにとどまらず、すごい、そういう紹介をされたんですね。放送作家であり、グラフィックデザイナーであり、映像ウェブもろもろはグラフィックか、映像作家であり、映像作家で、いろんなデザインをこうマルチにされてる方なんですけれども、そういったこうプロフェッショナルからの目線もですね、こういただきつつですね、なすごいで、ありがとう、気持ちは嬉しいねんで、超ハードル上げてみた。そうでね、こうやっぱデザインって大事だと思うから、ありがとう、これは食べたやつだ。ありがとう、ありがとう、考えたいんですね。でも結構フリーペーパーのロゴって探してると、結構なんか字体そのままなんかシンプルな大丈夫ですか、シンプルなデザインのものが多いなっていう印象だったんですけど、まず、あって、でもまさかも字もシンプルでもいいと思うんですけど、なんかちょっとこうなんかちょっと欲しいなみたいなのがあるんですね。ある、あって、そう個人的に、そう、どうしたらちょっとこうオリジナリティ出るかな的なところとか、あとこうね、やっぱデザインっていろいろ深い意味で、知らんけど。そう考えたんですけれども、まあふれあいの里坂本
ノロもさっき出してくれてたけど、ここはこんなんですよね。こんな見えるんかな。見えてますね、多分。多分で、秋山さんさ、うん、今お家作ってるじゃないですか。はいはい。それって言ってもいいですか。まあ、ほらいいな。そうで出てくる。ほんま。出てくるっけ。すごい。勝浦町って言えたら、ちょぞっこって出てきた。ちょぞっこ。そう、秋山さんが、古民家を改修して、盆送りの宿っていうのを作ってらっしゃるんですけれども、そのビジュアルデザインね、秋山さんが作ってるんだけれども、出るかな。あとー、これてれてー、送りの宿、このネーミングも気になるんですけど、これどこにあった、こんな画像あるんだ。これ出てきたよ、超勝浦町ロゴって検索したら出てきた、ブログから来てますね。うん、そうです、超です。そう、超。じゃあ、ちょっと、なんかロゴも気になるけど、ちょっていうネーミングの方が気になるから、ちょっと先に解決しておきたいんだけど、ちょってどういうことですか、ね、そうはですね、まあ、いろんな、意味があるようでないんですけど、いろんな意味があるようでない。あるらしいです。ちょって言えるんですよ、誰でも。外国人でも超って言えるし、あ、発音というところ、そう、発音的な意味でちっちゃい子でも言いやすい、あ、確かに、外国人でも言いやすい、ちょ、老若男女問わず言いやすいっていうのと、うん、もう言いやすいって大事だね。なんかそのちょっていうことを覚えてほしいよりも、うん、なんか変な名前だなっていうことを覚えてほしかった。なるほどね、はいはい、印象残る。そう、うん、その名前はどうでもいいんだけど、うん、なんか変な名前の宿あったよねみたいな感じでちょっていうネーミングにしたりですね。なるほど、りまだありますよ。まああとはなんかちょっと立ち寄って、ね、ちょっと休んでみたいな、そういういろんなちょっとが世の中にあると思うんですけど、ちょっとやってみようかなとか、ちょっと休んでみようかな、ちょっと気軽な感じ、ちょっとそう、うん、っていう感じで寄ってほしいっていうのもある。なるほど、ですよね、そういう意味でちょっとか。なるほどね、すごいいろんな意味が込められて、宿っていうと、うん、どうしても目的がないと言っちゃいけないっていうか、泊まりに行かなきゃとかっていう感じになるけど、別にそんなちゃんとした動機いりません。あ、なるほどね。あ、なるほど。っていう、うん、なんかその、うん、出来心で来ていいですよ。出来心で。ぐらっと来たらなんかあったからちょっと覗いてみました。おー、あ、ちょうだ。なるほど。なんかそういう意味で。そう、ロゴの下にちょっと気になったらちょっと立ち寄ればいいじゃないっていう。そうなんですよ、別に止まんなくてもいいんですよ、立ち寄ればいい。おー、なるほど、そういう意味合いが込められた名前。それを理解すると、この、ロゴもなんかそういうちょっとお茶飲んでいったらみたいな、ね、そういう雰囲気出てますね。お茶碗に見えたり、お風呂に見えたりっていう人もいますけど、人によって、だそこら辺も、うん、なんかその枠をこっちから提示してないロゴなんですよね。だからロゴといっても、あんまり主張していないというか、見てる側のこう余白を
へー、残したロゴでも。なるほどね。これ何なんですかって聞かれても、うん、こっちも答えれないみたいな答えれない、うん、何ですかねみたいな感じ、何ですかね答えてくれないもう完全にこの蝶の下のニョロニョロはなんか湯気なんですかねみたいな感じですかねってすごいこう謎を残していく感じとにかく気になるなるほどね、そう、そういうやつ、なるほど、そういう、そういうイメージがね湧いてきますね、このロゴを見ると、そういうこう、そういうスタンスがですよっていう、そうそうそう、そういうスタンス、そうなんです、いい加減ですよっていう、いい加減ですよっていうスタンスいい加減ですよっていうスタンスなるほどっていうのが結構表現されてる感じがするね。なんて書いてある、 Rural life has come for you。 なるほど、これいいっすよね、これいいロゴだよね、なんかシンプル、シンプルだけどこうなんかちょろちょろってしたおたまじゃくしみたい。あ、そう、でもその文字、ひらがなの文字はすごい、いろいろフォント、フォント、まああるフォントをちょっと改造して作ったけど、うん、めっちゃ選んだ、めっちゃ選んだ、うん、白黒なんだね、うん、白黒、まあ何色でもいい、そこら辺もそう、何色そうそう、色つけちゃうとね、うん、白黒にしにくいとか、背景色ついたら使いにくい、うん、あ、なるほどね、汎用性があるんですね、白黒は、そうそう、うーん、何色でもいいかな、はいはいはい、なるほどね、ちょっとこう、目玉親父風だよね、うん、確かに言われると渋、こうちょっと筆で描いたっぽいこう、うん、渋さとか、こうなんかマリオがこう土管から出てきた時と同じ感じだなって今思ったわ。へえ。思って下から出てきてる感じ。ヤッホーみたいな。出てきた。っていうのを作った人が今思う。すごい、なんかいろいろ思いついてくる、ね。動かしたらまた面白そう。うまやな。うまやな。へえ、いいですね。見る人によってこう浮かぶイメージが変わるっていうロゴもありなんだな。そういう余白を残しておきたい宿だし、ロゴ、そういうのは、あ、そういうのを表すためのロゴだった。へえ、なるほど。You and me みたいな。どういうこと？どういうこと？あなたと私で。完成するんですよ。ああ、そうそう、でも本当本当、うん、それがだから大送り の、 その宿は点、その人と人をつなぐ点でありたいと思ってるから、You and me だけじゃなくて、まあ、You and you もそうだし、うん、ああ、夢タウンだけじゃない。そう、地域と泊まりに来た人とか、うん、夢タウンって You me、うんうん、知ってた、うん、知ってるよね最近気づいた。あ、そうなんだ、嘘夢だ、夢じゃない、うん、って最近気づいたすいませんなるほどね、あ、これはもう著さんのロゴだけでいろいろ勉強になるね。ロゴのデザインとしては全然勉強にならないと思うけどねいや、こう、なんていうのコンセプト適当でもこう、コンセプト適当やけど適当じゃないや、いろいろあるやん、深いよね、深い、うん、深い深いやまだこれって、まだこれってやってる、深いってこうだっけ、え、わかる、そうじゃない、え、こう、深いはこういう話やな、あ、こう、深いこれは、へーボタンはもうあれは終わった、ね、うん、なんたらの泉なんだっけ、トリビア、難しい、みんなもう知らん人とかおるかな、なんだろうな、トリビアの死後だよね確かに、うん、もう最近出たね、確かに、
最近テレどんなテレビしてんやろ。そういうロゴです。なるほど。なるほどね。坂本寺院。坂本寺院のロゴを考えるにあたってなんだろうね。じゃあ余白やな。余白。余白。余白にする。U&U で。いや、なんだろうな。坂本寺院は。でもなんかこう芋臭さみたいなのはこの前。あ、言ってたよね。そう、もうあのテーマはだいたいこうね話したから。そう、だからそれが伝わるようにして。芋臭さ。芋臭さ。でこう坂本から宇宙へっていう。あ、そうか。なんかねいろいろね。うん。あ、でマジで。あ、天才。でもこの間ちょっと高知に行って、うん、高知のフリーペーパーを。すごい。持ってきたの。すごい、かわいい。あ、いいね、いいね。すごいですね。なんか結構こういうね、ちゃんと準備してくる人がいないとね、この番組は成り立たないんで。素敵。さっき30分前にかけ合った。ありがとう。疲れるかもと思って。なんかナチュラル、うん、まあ結構今自然とかさ、うんうんうん、そういう系、癒しとか、うん、やっぱ人が求めてるのか、なんかそういう系のこういう、そうだね、ナチュラルテイストなやつが結構多いなと思って、うんうん、確かに確かに、かっちりした感じのはなかったよな。モリリン、うん、モリリンはこの真ん中のロゴが森の森になってる。おー、あ、あ、ほんまや。なんだろう、森モリリンってこと。いや、モリリンでしょ。モリリン、なん、森以外なんだろうね。懐かしい。宝石みたいな。懐かしいだろう。懐かしい。強い気持ちが選択みたいな。岩村和夫。いいですね。あ、いろいろアーユルヴェーダのある暮らし。うん。大きな株。いい本ですね。持ってたそれ。大きな株。あ、これはすごい情報量だ。これ何？もう何の本かもわからないんだけど。そうそうそう。でもここでわかるみたいなね。プリキュアでも小学生とかの本ってそうっすよね。そう、幼稚園。これ幼稚園向けなんやけど。すごいね、これ。情報が溢れまくってもう、タイトルが分かる。そうそう、でも、もう分かるみたいな。なるほどね。ああ、すごいよね。こういう雑誌ってすごいよね。もういっぱいあるけど。女性誌とかも結構ロゴに被ってる。そう、あるね。なんか感覚なんだろうね。うん。もうイメージで買うみたいな。定着してる、ね。女の子向け。で、これあの今プリキュアが宇宙がテーマなんよ。マジで。すごい。宇宙。セーラームーンにつながる。そうそう。すごい。何やっけ、ターゲットが20代から30代とかですか。そうそう。若めの設定になってます。うん、東高知はもう文字だけ。うん。手書き風。なんか、うん。どういうのがいいんだろう。で、自分がこう、うん、昔読んだ絵本とかで懐かしさを感じるのかなとか、うんうんうん、坂本ってこうちょっとやっぱ田舎だから、うんうん、こう懐かしさとか、こう幼少期の夏休みとか、うんうん、なんかそういうのを思い出すっていうのもいいのかなと思って、なんか小さい頃に見たものとリンクするとつながりやすいのかなとか。なるほどね。めっちゃ可愛い。すごい話戻るんだけど、なんでフリーペーパーなんだみたいな話したじゃないですか。した。今いい話してたんだけど。いや、それで思い出した。思い出した。そうやって、はい。その懐かしい感じっていうのは、紙だったら、その手触りとか、そういうものでも再現できるようなっていうのをちょっと思って。わらばんし。わらばんし。マジ？マジで？そう。高校のプリントが全部わらばんし。そうだね、うん、あれで作る。そう、なんかそういうのもあるなっていうのを思い出した。確かに確かに。紙である理由ってそこかなっていう。はいはいはい。あ、そんな話したね。そうだね。だから、ロゴもそうだけど、紙選びって結構大事かな。うん、多分フリーペーパーってコストのうん、都合でね、大体同じ感じになっちゃう。うん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 。わらばんしだったら、もっと安そう。
紙の値段安いけど印刷どうなんだろうね。めっちゃにじむんだろうね。しかもそれに印刷してくれるとこあんのかな。電車がね。活版でやる。活版がいいよ。活版高いんだろうね。すごい今見つけた。ハンドマッが。最高。もうやろうそれも。超大変。一枚ずつ。すごい貴重だね。新聞部。なんだっけ、小栗小坂。これすごいよね。これすごいよ。これはすごいよ。もうね、これと真逆の、同じ時代に作られてます。これだってこの上のタイトルよりも下のキラキラバインダーの目立ってる。まあもちろんね、楽しこれ。タイトルよりこっちの見た方が売れるもん。文字読めない人がいるもんね。しかもさ、このプリキュアですら首より上しか出てない。すごいな。俺すごい。その編集は大変やな。眩しくて。キラキラで。キラキラでもキラキラも好きだよね、女子。そうだね。うん、すごい。センダームーンとかもさ、うん、さ大人向けのセンダームーンってグッズとかがすごい売れたじゃん。うんうんうん、ちっちゃい時に見た懐かしのアニメだから、うんうんうん、大人になった人が見ませんか、ね、うんうん、そうね、なんかあったね、うんうん、だから懐かしさを感じるんだろうなと思って小さい頃も。なるほどね、うん、確かに自分も最近なんかもう年なのか、過去の曲ばっかり聴き出したりとか、90年代とか90年代 J-POP めっちゃ聴くと思うと、なんかやっぱそこになんか記憶がね、馳せるんだなって思って、でも30代の自分でも、なるほどね、その過去の記憶を呼び起こすみたいな感じもいいのかなとか。なるほどね、確かにわら男子とかそういう類だとね、過去をそう聞かせる。じゃあそのわら男子で印刷するとして、こうにじむことが前提のロゴデザインって重要じゃない？それもいいかも、ね、にじんでも見えるみたいな、うんうん、見えなくてもいいのか、もうこれだから。そうそうそう、見えない、そのなんかメディア、これまさにそうで、このかわいい、このごちゃごちゃ感含め、このね、ごちゃごちゃ感含め、この雑誌みたいな、これが超シンプルになったら売れなくなるのかな。どうなるんだろうね。売れないかもね、売れないのかも。ちょっと面白くなさそうってなる、なりそうにね。キラキラはキラキラの、キラキラはキラキラの、すごいな、最後のページに大人向け広告が入ってる。確かに、ここだけシンプルの、ここだけシンプルで、ここだけ親向けの大人はシンプルを求める、いかないの、ね、すごいな、そこだけオーガニックな。親はやっぱこの後ろから1ページで見るんかな。見るんかな、すごい。でも結構親になると、うん、その昔のキラキラを求めて、こういうのおもちゃとかすごいよ、うん、キラキラ、プリキュアの親が買っちゃうっていう人がやっぱおる。あ、うん、あのそうそう、男だったらあのプラレールとか、うん、トミカとかは、うん、もう半分ぐらい、半分以上お父さんの趣味で買うみたいな。生まれた瞬間にプラレールを落とされたの、まだ遊べないのに、ね、自分の趣味じゃんみたいな。その気持ちは分からなくて。なるほどね。それの坂本バージョン。へえ。ロボ。で、それをロゴで表現すると、うん、なんなんね、やっぱパッと出るのはみかんとかありきたりになっちゃうけど、う、ね、もうね、みかんは本当に溢れ返ってるので、こうまあね、
みかんなんですけど。みかんね、あふれ返ってるよね。あふれ返ってるね。あふれ返ってるけど、やっぱみかんなんだよねってなる、うん、ね。みかん、みかん、みかんちゃんね。だわ。おわ。すごいとこから来た。そうだね。映ってる。映ってる。その。そこまで込めなくてもいいのかもしれないけどね。なんかこう、でもなんか手書き感というか、うんうんうん、アナログ感はすごい欲しい。アナログね、デジタル配信してますけどもそう、あ、だからそう、デジタルと紙、デジタル配信してるけどここはアナログだから、ちょこちょこね。そう、そういう、そういう部分のこうね、ローファイサーがこう芋っぽさを芋っぽさ、芋スカムジーン、これかわいいよね。かっこさらしさ、パン屋さんね、かわいいね。芋っぽさ、かわいい芋ね、かわいいね、かわいい、かわいい、かわいい。坂本、かわいい。坂本とは、坂本とは田舎、田舎、あ、出て出て出て、山、まあ、ブレーンストーミング、ストーミング、ストリーミング、ストーミング、ストーミング、坂本ジーン、坂本ジーン、坂本ジーン、明るいね、まだね、日長くなった ね、 ね、うん、すごいいい絵だよ、今眺めてる。ひなさん、あ、おひなさんという山がね、ありますね。山ね、いいね。ロゴに山を入れるっていいですね。噴火してるやん。阿蘇山。山をロゴに入れたらパタゴニアみたいになるね。おしゃれになるね。アウトドアメーカーかと思ったみたいな。山とみかん。この手書きのやつそのまま配信したいな。この上から撮りたいな。あ、上から撮ろうや、じゃあカメラ上から撮ろうか。全然書いてないけど。のぞき込まないと自分が映んなくなった。ハロー。ですけどね。オレンジ見にくい。じゃん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 。おお。画面が。こっちにやってきました。こういうのがやっぱ主流よね、今ね。
文字、うん、そうだよね、結構ナチュラル系だよね、うん、まあなんていうの、こういうこれって多分あれなんていうの、こういう観光協会が作ってるやつとかにもこういうシンプル可愛いのが採用されてきてるのが浸透してきてるみたいな感じの時だよね。そうだね、うん、こういうの、こういう雰囲気は好きなんだけどさ、でもみんなやってるじゃん、うん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 、これはあかんやつや。確かに音が出るって楽しいよね。楽しいね。そうだね。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 この手が効く。こういうやつね。最近はやっぱ、まだこう。なんかこうくるんってなってる文字多くない？なんこうなんかくるんってなってる文字こういう感じではなく、なんかもうちょっとこう凝ったフォントみたいな何で見たんだっけ私今日。凝った本当。あれや。縄文。今日フェイスブックで流れてた。なんだっけ。縄文。縄文。あ、これや。なんかこういうの。へえ、あ、縄みたいな。なんかこういう縄、これ縄だけど、こう。なんかこういう線の。見えてるか。ヘビとかね。ヘビ。これはそう、ひらがなだったら山形県カムジーン、なんかサチモスみたいななんかそういうの流行ったよね。わ、こういう、あ、懐かしみ懐かしみがありますね。あ、そういうこうちょっと古い感じのなんかキュッとなんか手紙とかにいちいちこう最後丸くみたいな、なんか字書いてたよね。こう端っこにこうちっちゃい縦棒とか横棒入れるやつになかった。あったー、あの伸ばすやつね。やったね、それすごい懐かしい。あああったね。あ、そう、あとさ、なんか、うん、この伸ばし棒をさ、矢印にするとか。あやばい。あったよね。やばいね。うん、やばいやつやね。坂道中も。すごい。そう思う。現代アートだ。うわ、これやばいね。やったよ。もうナインティーズって感じだよね。あー、すごい。なるほど。ちょっとこう、キャピってる感じ。丸そう。丸そう。ナインティーズ。なんか、酒屋とかどんな感じ？酒屋。あるね。酒屋。なるほど。20代、30代。わらばんしに印刷するとしたら。ふっ。ふっ。つったな。あー、なんか、
手紙をこういちいち折って、うん、スッて後ろの人に渡したやってたね、授業中にね手紙めっちゃ回してたな無駄にもう一日に何通文通すんねん、で途中で先生がピッとか止めてさ自腹中だよみたいなバレたみたいなやったね、こう男子とかに協力してもらってそうそうそう返してみたいなみたいなとか今めっちゃ回してくれるこれね、これやばいね、これね、はみ出てるからねうん、これどこ行ったの？キャップ、ここのこの人のお口の中に。お口は良くないね。あったね、そういう懐かしみ。そういう懐かしみとはこうまたちょっと違うところにあるような気もするね。そういうこう、まあ、青春時代もあれですけれども、よっしゃ、つなぎや。やりますね、今日こう決まらんなロゴマークなのかロゴタイプなのか、ね、あそもそもはいはい、こういうこっちのマーク、うん、あーマークだったら決めれそう丸さや丸さか、シンプルシンプル酒屋ピンクのえぇ、おぉ、出てきたー、丸さ丸さ、いいかもね表紙に誰でも書ける誰でも書けるわ、確かに誰でも言える帳みたいなるほどね、丸さ、丸さあー、いいかねさあ、このバタバタさっきからもめっちゃヘッドスライディングする野球やらせようかなって思うおお、なるほどミカ、いいかそして宇宙宇宙宇宙やばいミカの中に宇宙が見えたスピリチュアル系の雑誌になる。坂本から宇宙へ。ロケットがビュー。あ、ロケットか。うわ。ロケットって。ロケット。こちらは海のようですけれども。変わらない。マルサロケット。マルサロケット。おお。マルサロケット。いいですね。みんなを乗せて。大丈夫？なんかマーライオンしてるよ。マーライオンしてるっていうの。ロケット。ポケマッチン。ロケット。ロケットか。何してんの？ロケット。何してんの？ロケットいいんじゃない？何してんの？何してんの？ロケット。ロケットだ。ロケットロゴマークロケットに決まった方がいいロケットロケットだったらこうグッズにしやすいあそこまで考えてのロケットバッジとかにしやすい確かにね民間宇宙旅行も今後出てくるだろうしねわ近未来やね、うん、懐かしく新しい確かにロケットの時代が来る。ほんまやな。火星の土地でも買わないかな。月だっけ？月の土地、あれ？月を僕持ってるんですよ。え？月。マジで？そうなんです。
勝った。そうなんですけど、彼女のプレゼントに勝った。月持ってるんですよ。月の土地っていうのはですね、月はそもそも、その土地を売買する権利がないんですよ、どこの国にも。ああ、はいはいはい、権利がない。なので、もしそれが認められたら、その企業が売買した月の土地を売った人は、土地持ってることになりますよっていう、なんか、なんつうんだろう、予約？予約した。そう、予約した。そうそう、なんか。ほんで、なんかそれ買うと、月の証明書が来て、あなたの土地ここですよっていう、なんか企画額が。めっちゃ安いよ。超広大な土地をめっちゃ安く買える。ちなみに、いくらぐらいで？4,000〜5,000円だったかな。安っ。で、安いのか、何なのか分かんない。4,000〜5,000円で、なんか 100エーカーの森ぐらいだったと思うよ。100エーカーの森？エーカー、エーカー、100エーカー。100エーカーの森？全然違うと思う。結構広かった。それ、住所とかあるの？あるある。じゃあ、お隣さんとかいいの？そう。だから、あとはもうそのアメリカの企業なんだけど、アメリカのその月を売ってる企業が、あなた、月の土地売買していいですよって世界中から認められるだけよ。そうか、認められてないの。そう、そこが認められたら、自動的にその購入した土地は。じゃあ、認められずに終わる可能性もある。それはもちろん。先行投資ですよ。やべえ。すごい、そういうこう宇宙への個人的な期待も込めて。あ、わかった。わかった。このロケット、ロケットで決まり。もしロケットに決まるんでしたら、この三角と丸だけで描けるようにして、三角と四角と丸だけで描けるようにして。図形だけで成り立つ。そうそう、超シンプルな、いいですね。こうそれをバラバン紙に印刷したら、もう小学校の算数のプリントみたいな。プリック書いたの？どうした？何があった？どうした？何かがどうした？何があったんだ？どうした？レッドキングの鳴き声みたいな。というわけで、坂本ジーンの、ロゴはロケットに決まりました。わーい。わー、採用。ロケットに決まったよ。3秒で。3秒でかけるロゴ。なんで3なの？なんで3なの？3秒。坂本寺院の差だよ。あ、すげえ。なるほど。3秒の差。ゆっちゃんもピンク色のロケット描く。すげえ。ねえねえ。はい。お。はい。ロケット T シャツ作ったら着てよ。ロケット T シャツ。ゆっちゃん、ロケットよりもハートの方がいい。ロケットよりもハートの方がいい。そう。だと女の子だから。あ、私のペンじゃなくて、そのキャップ取る？はい、キャップ。私の雑誌よ、これ。私のさ、本だよ。ほら、気になった。星のヒカルっていう。ドライフワイ。星がいっぱいある。これフワを描いたんだよ。星が光るってすげえやる気のない名前や。確かに。逆漫画みたいな。太陽燃えるわ、おらんの。太陽燃えるわ。これはララっていう名前。で、こっちがプルンス。統一性。統一して。羽衣フーズがおらんの。羽衣フーズ。羽衣フーズ。ねえねえ、これ。
キュアスターっていう名前のプリキュアだよ。プリキュアもね、宇宙に向かってるキュマビルティ。プリキュアって昔こんな細かったっけ？もっとなんかもってりしてなかった、ね、超スリム、ねね、超スリムの足長になってるやん。そう、すごいよ。セーラームーンやん。でさ、これさ、キュアソレイユ、うん、キュアセレーネというわけで、ね、これが映画、この映画を見た。決まりました。サコモジーンのロゴ、ロゴマークは、ロゴマーク、これ見て、ロケット団、ロケット団。はい、これ見てよ。あ、リカちゃんがありますので、じゃん、迷路、そのここカメラ、ここあれ、ここたま映ってる、映ってるから、完成をお楽しみに、お楽しみに。バイバーイ。というわけで、バイバーイ、バイバーイ。あ、わ、スポン、サカモチューブは、スポンサーを募集しています。サカモチューブの応援をよろしくお願いします。あ、それとですね、はい、チャンネル登録者数、YouTube のチャンネル登録者数1000人を目指しておりますので、1000人にならないと配信できないことになったみたいです。なので、サカモチューブと YouTube で検索していただいて、はい、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録してね。関連動画はこちらから。目指せ田舎から YouTuber。 顔入ってない、ユタの顔しか入ってない。そもそも俺横でフレームアウトしてる。坂本いまーす。ということで、坂本チューブは、プラスライフスタジオ、徳島県勝浦郡勝浦町坂本地区の皆様、ふれあいの里坂本、のご協力によって制作しております。はい、というわけで、本日は、坂本人員会議、第4回目で放送させていただきました。来週は、来週で、来週って4月の24日、24日、ギリギリゴールデンウィーク前のわっしょい放送です。平成最後じゃん。マジか、平成最後の放送です。来た、最後なの。そう、平成最後の楽しみ方。5月1日あ、令和最初の放送だけど、俺いないわ。やりたいわこれ。再来週って放送できるかな。できない、できない。ということで、令和最初の放送は5月8日、うん、そうね、8日でーす、じゃあ来週は24日。さようなら、しばらくいないよ。来週はおるよ、来週はおる、来週はおる。さようなら、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、来週は来週だよ、来週だよ、いいか、おいしいよ、おいしいよ。宣伝上手。